中川先生の優しいビジネス研究、経営管理論も標準コースとしてはこれが最終回になります。7個目のテーマ、私たちは個人のマネジメントとしてどう働いていくのかというテーマについて、動機づけの未来、これから未来において私たちはどう働いていくのが望ましいのか、そういうお話をしていきたいと思います。前回の復習をしながらここまでの議論の流れをたどっておきますと、20世紀後半、人をどうやって動機づけるのか、そういう話について百花繚乱の時代を迎えます。まさにこの産業社会が一気にこう発展していく中で、日本のみならずです、欧米でも世界中で人々が社会的に働く時代が始まったのが20世紀の後半。そんな中で人々をどうやったら働かせられるのか、どうしても日々意欲を失いがちな労働者たちをどう働かせるのかということから、マズローの欲求5段階説を皮切りに、人のやる気を探る心理学というものがどん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 発展していったんですね。そんな中で明らかになったいろんな側面があります。まあここでは3つだけ紹介しようと思いますが、一つは ERG 理論。人が働く動機っていうのは、収入か人との関わり合い、良き関わり合いか成長か、その3つの何かが獲得できるとき、その3つがなるべく高いレベルで満たされているときが望ましいのだという ERG 理論。それから X 理論、Y 理論と言います。まあ不思議な呼び方ですけど、X 理論、Y 理論という言い方をしますが、賞罰を与える、外的にボーナスを上げたり罰則を与えたりして、これで動機づける X 理論というものと、その先にある個人のやりたいことを実現して自己の内的な喜びを育ててあげるんだという Y 理論、この2つの理論を組み合わせて人を働かせるんだというものが X 理論、Y 理論。もう一つが内発的動機づけと呼ばれるものですけれども、仕事自体が楽しければモチベーション高く保てるよねということで、仕事自体の楽しさで人を動機づけようというもの。他にもいろいろあるんですけど、大きくまとめるとこんな感じでして、まあ要するにこう、人が働いていく上ではお金と仲間と成長と、でそういったことを実現するために賞罰を与えたり、自己実現を助けてあげたり、仕事自体を楽しくしてあげたり、そんな風に結構こう20世紀後半を通じて人が働くということにどういう動機を持つのかってことは明らかにはなってきたのです。じゃあそれに対して現実社会の方はどうだったかというお話をしていきましょう。現実社会の流れということで、ここではまあ特に私たちに馴染みのある日本の場合ということを説明していきたいですけども、日本においてはどうだったか、ちゃんと日本もですね、学術発展の影響をしっかり吸収して最先端の科学を取り入れてきているということを私はここで強調します。その結果何が起こったのかということは、皆さんはいろいろ考えることが出てくると思います。まず最初、1980年代頃、その当時非常にこう話題になった内発的動機づけ理論、仕事が面白ければやるよね、これは非常にこう世界中で広まって、日本でもこの考え方は非常に納得感があるねということで、みんな腹落ちするねというふうな感想を持ちまして、仕事が楽しければみんな生き生き働けるよね、何よりも仕事が楽しいということを作りましょう、こういう運動があったんですね。でもそれが行き過ぎた結果、どういうことが起こったかというと、仕事が楽しければ賃金少なくていいよね、労働搾取的なことが問題になっていたんです。そこでそれの反動が起こったように、1990年代からは成果主義ということが盛んに言われるようになります。仕事でたらたら遊んでる奴らが多すぎる、ちゃんと出した成果に基づいて成果主義でよくできてる奴には高い賃金を払いましょう、そういう形にしようよって、こういう話が起こったんですね。そしてこの1990年代には成果主義の風が吹き荒れます。そしたら今度は何が起こったか、低く評価された人たちがやる気を失っていった。高く評価されている人たちはそれは非常にモチベーション上がったんですけども、会社の中でこれしかお給料もらえない、自分は会社の中でいらない子だと言われているんだというのが、中で働いている人たちとこの賃金格差を見て、そこにこう格差を感じて、人々は逆に働きにくくなったんです。こうして2000年代からは賃金だけじゃないよね、どっかで聞いた話ですね、賃金だけじゃないよねってことで360度評価の時代だねっていうことで、
仲間であるとか成長であるとか、まあ、360度全部の面で評価をしましょう。評価をする人も上司と部下と同僚とみんなが互いに評価し合って、その人のいいところ、これからの課題を明らかにしてあげて、それをこうお金だけでなくていろんなことで評価しましょうねという360度評価なんて言葉が流行ったんですよ。あれ、こんな話中川の講義で何個か前にやったぞと100年前には起こってるわけですよね。お金だけで動機づけようとしても人々は働かなくなった。そこでよくよく調べてみたら人間関係とか成長が大切になった。数十年前に起こったことが堂々巡りでまた起こっているようなのが2000年代初頭だった。さあ、そこから何が起こったか。2010年代に入ってからは自分探し、仕事とは自分探しである、こういうような考え方が広まってきました。就職活動においては、まず自分が 何者なのかははっきり明確にさせた上で、自分のキャラクターが合う、自分が歩きたいと思う人生に合致している企業を探す、そんなような動きが起こってきました。働き出してからも、働きながらそこでこう自己というものを実現していく、自分の生きる意味ということに素直に生きるのがいい生き方であって、自分がじゃあ何者であるのかに即して仕事を選び、キャリアを選び、成長していくべきだ。そういう考え方になったんです。なんかここがゴールに見えるかもしれませんが、しかしてこの2020年を迎える現在、依然として働き方改革、人の良き働き方は実現されていないよねっていうのが世間的な常識、世間的な一般的な考え方になってるわけです。不思議だと思いませんか？人はどう働くのかという科学がもう数十年にわたって研究され、それがどん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 社会の方に実装されてきているのに、私たちは数十年前に通過したはずの道をもう一回歩き直しているようにも見えるし、ぐる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 同じようなことを言い続けている。賃金なのか、仕事の内容なのか、成長なのか、自己実現なのか、ずっと同じことを言い続けているような感じすらあるわけです。ここにはどういう問題があるんでしょうか。なんでこんなことが起こってしまうのか、皆さんもちょっとぜひ考えてみてもらえませんか。大切なのはですね、自分たちで考えるということだと思います。何が問題なんでしょうか。今産業界の人事の方々や、あるいは私たち学者がどういう研究をし、どういうことを議論しているかというと、こんなことを最近は議論しています。一つには堂々巡りしているんじゃないんだよという話。社会が刻一刻と変わる。私たちのものの感じ方、考え方が刻一刻と変わるんだから、良い働き方だって変わっていくのが自然なことだよね。つどつどどん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 社会の変化に応じて新しい働き方を見つけていくほかはないんだ。時代を通じて変わらない普遍の良い働き方なんてものは全然ないんだ。こういう考え方ですね。昔はだって仲間で一丸になって、時には子としての野望、野心、やりたいことを我慢して仲間と一緒に同じ道を進めるっていうのが良い働き方だったり、そういう時代だったり、今はむしろ自分のやりたいことがしっかりできていて、それがチームにも貢献している、こっち側のがいい働き方と言われている。こんな風に社会は変わるんだから、時代に合わせて働き方常々見直すべきだという考え方。二つ目にはこんなことが言われています。これもやっぱり重要な動きですね。他人から動機づけられるという形式が間違っているんだ。人から動機づけられるという形をとっている限りにおいて、絶対に人の働く動機なんてのは満たされっこない。働く動機というのをしっかり自分で見出して自己を動機づけていく、セルフマネジメントの方が正しいでしょう。人からこれをやりなさい、こういう賃金、こういうアメとムチがあるから、こういうメリットがあるから、こういうことを提示されて動機づけられるという形をとっている限りには限界があるんだよという話。そしてそれと密接に関係したものとして第3点目には、みんな同じ理論で問題を解けると考えるのが間違ってるという話。人によって動機づけられるポイントは違う。家族のために働いている人もいる、自分のために働いている人もいる、世のため人のために働いている人もいる、仕事が面白いから働いている人もいる、高賃金だから働いている人もいる、いろんな働き方、働く動機があっていいはずなのに、人間みんな同じ、みんな同じ理論で説明できるんだというこの理論で人の個性を
なく考えようとするのが問題なんだという考え方。これもその通りですよね。価値観は人それぞれな時代ですから、働く理由がいろいろあるというのが自然じゃないかと。まあこんな議論からはやっぱりこれから先の未来が少し見えてくるんじゃないかと思います。つまりはこれから先の時代は自分なりの働く理由をしっかり自分で握れるということ、それはすなわちやっぱりきちんと自分を知り、そして自分自身が今どう生きたいのか、時代に合わせて自分自身なりの動機づけのポイントをしっかり自己把握していくことが大切だ、そういう風になっていく。まあそのための手段として最後に一つ、これから先の働き方を考えていく上での、自分の働く理由を見つける方法の一つとしてキャリアアンカーというものを紹介したいと思います。キャリアアンカーというのは自分なりの働く上でもぶれない軸です。アンカーというのは怒り、こちらのイラストに書いてありますように、船がふら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 洋上を漂ってしまってもこの点からは動かないという下に下ろした怒りのことをアンカーというわけですね。というわけでキャリアアンカーというのはあなたが仕事のキャリアを描いていく上でのぶれない点としてのアンカーを設定しましょう、怒りを置きましょうという考え方です。この考え方はこれまで数十年にわたって人の働き方、リーダーシップであるとかキャリア開発を考えてきたエドガー・シャインという、まあこの分野第一人者の先生がこれからの働き方として提唱しているものです。自分のキャリアを考える上でのブレない軸ということですね。それを見つけるための3つの問いでこれを見つけていくんだというふうに言われています。一つが Will、 I will be なんて言い方がありますように、私は何になりたい、私はこういうことをやりたい、意思を意味する言葉ですね。というわけでやりたいこと、私は何がやりたいのか素直にやりたいことを心に聞いてみましょうというのが第一歩。二つ目の問いが can、 まあ何ができるということで、じゃああなたが自分が得意だと思うのはどういうことですか。この問いからもあなた自身の特質というものが見えてくると思います。そして三点目には must、 何をしなければならないという言葉ですけども、これはどういうことかというと、あなたの人生の中でしなければならないこと、あなたの人生の使命ですね。私は人生の中でこういうことを成し遂げたいと思っている、使命感としてこういうことをしたいと思っている、こういうことは世の中にとって大切なことだと思っている、そういう使命感として感じられることってどういうことですか。こんな問いを自分の中に投げかけてください。この3つを満たせるもの、あるいはここの問いかけの中から見えてきたものがあなた自身の働く動機、キャリアアンカーなんだという考え方です。私の例をお見せしましょう。私自身の Will、 何がしたいかということで言えば、もうこんな YouTube 始めちゃうぐらいですから、誰かに世の中の仕組みとかこういう考え方を説明する、人にお話をするっていうのがすごい私は大好きなんです。私がやりたいことといえばこうして皆さんに話しかけることということで、誰かに説明することが私のウィル、意思を持ってやりたいと思うこと。続いて私のキャンは何かですけれども、私はこう長年経営学ということを研究してきたり、そういった書籍をたくさん読んできました。なので他の人に比べれば経営学というものに関する知識が備わっていると考えています。ですから私ができることといえば経営学の知識を使って何かをすること。そしてマスト、私が人生の中でやり遂げなければいけないなと思っていることは、次の世代の育成、若い世代の育成、世代を追ってどん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 社会を発展させていくことです。次世代の人に希望を与えること、挑戦のマインドを与えていくこと、挑戦できる場を整えていくこと、そんなことが私の使命だと考えています。そんな風に考えていくと、自然見えてきた仕事は大学の先生だったわけですね。人に話すのが好きで、勉強することが自分の得意なことで、そして自分の未来はそれをこう次世代につないでいくこと、それができる仕事ということを考えたときに、私は大学の先生が一番自分のキャリアとして合ってるんじゃないか、そんな風に考えたわけです。さあ最後はあなたの番です。経営管理の最後のトピックとして進めてきたのが個人のマネジメントでしたけれども、究極的に
良き組織を作る、良き社会を作る、良き事業を運営していく、その原点にあるのは、一人一人がよく働いていく、良い人生を全うしていくということにあるわけです。その意味において、この講義の締めくくり、経営管理論の締めくくりは私にとってこれ以外なかった。これからの時代を考えていくにあたって、あなた自身がどういう will, can, must を描いて、どういうキャリアを握っていくのか、それを通じて自分自身の働く動機を見つけていく。それが経営管理というもののゴールでもあり、そして今日的な起点でもあるわけです。そのわけで、経営管理論、これで以上となりますけれども、一塊、今日的なマネジメントをするということの基礎、概要を学んでいただけたならば、本当に嬉しく思っています。ぜひ、他の講義でもご一緒して、未来への学びということをどんどん続けていってもらえたら嬉しく願っています。この動画が役に立ったなと思った人は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また、中川に何か質問があったり、こんなことを扱ってほしいという疑問があったりしましたら、ぜひコメント欄に寄せてもらえたら幸いです。また、ぜひ周りの人にシェアをよろしくお願いします。